オサムシ、オサムシ、ホコウチュウ、オサムシは、コウチュウモク、オサムシアモク、陸生オサムシ類オサムシカに属する、コウチュウ類のうち、比較的大型の種が多いオサムシアカに属する、昆虫の総称。種として、地上を歩き回る、肉食のカブトムシで、美しい色のものも多い。地域ごとに種文化があり、昆虫採集の対象となることも多い。 世界中にほぼ750属2万5千種が分布する。オサムシ科の昆虫のオサムシア科以外のものや、オサムシア目の陸生オサムシ類に属するトガの昆虫の多くはゴミムシと呼ばれる。オサムシア目はピエール・アンドレラトレイユにより1802年に命名された。成虫の寿命は長く数年に及び接触によって栄養補給を繰り返すことで、 卵巣内の卵細胞を蓄次発達させ、特定の季節に大型の卵を少数ずつ産卵する。マイマイかぶりに至っては、卵の長径は10ミリメートルにも達し、クマバチと並び、全昆虫類屈指の大きさである。死由は外見からは、オスの前足の武士が扁平に拡大して画面に池が密生していることで識別できる。これは、 交尾に際して、メスの背中にしがみつくことに適応した形態だが、マイ,マイかぶりの一部の亜種など、ごく一部にこの形態を持たないものも存在する。オサムシアカは大きくオサムシ族、セダカオサムシ族、チリオサムシ族、オーストラリアオサムシ族に分かれ、オサムシ族はオサムシア族とカタビロオサムシア族に分かれる。これらのうち、日本にはオサムシ族のニア族、 および背中をサムシ族が分布している。オサムシの和名の、オサオサとは、旗折り機の部品で横糸を、縦糸の列にトントンと押し込み、布として一体化させるオサに由来するが、今日よく知られる形式の手折り食器のオサは長方形の串状で、オサムシの形状とは似ても似つかない。しかし、古式の手折り食器の中には、上糸と下糸に分けた縦糸の列の間を、 すっと滑らせるように横を通すつ型の日と一体化した、おさがあり。なお、口述のように一部の例外を除いておさムシは、飛翔能力を欠いているが、中京より、後の背面を覆う前肢がなで型なのは、飛翔筋を退化させて飛翔力を失ったカブトムシの多くに共通した形態であり、例外的に飛翔力を持つカタビロおさムシ類の名称は、おさムシとしては、 異例の怒り型の形態をよく捉えている。主に様々な小動物や時には新鮮な死肉を餌とする肉食性であるが、成虫は落下した果実の果肉なども接触し、雑食性の傾向がある。成虫はかなり粘ーモーであり、ジャン・アンリ・ファーブルの昆虫器によると、カミキリムシやカマキリも捕食するようだ。ファーブルが昆虫器で紹介している金色ウサムシキャラーボス。 ウロトゥースは、外部形態は、日本の北海道固有種アイヌキンオサムシや、オオルリオサムシに近いが、植生は、本州のアオオサムシのそれであり、興味深い。この例で、成虫は、大型のガの幼虫、ミミズ、コフキコガネ、カミキリムシ、カマキリまでも、捕食対象としている。それに対し、幼虫は、分類群や種によってミミズ、ケバヤ、 落ち葉食のガの幼虫など秋から春にかけて群生して落ち葉を食べる地表性の昆虫の幼虫、カタツムリといったように特定の餌を捕食しないと成長できない強食性であることがほとんどであり大顎の形態などに獲物に対する適応が顕著に見られる。成虫の後期は肉食性の昆虫の多くに共通した先端が鋭角に尖った三角形の大顎に特徴づけられ、 これで食物となる小動物に食いついて捕食する。雑食性の傾向のアルオサムシの成虫も単なる生存のためではなく繁殖に際して特に卵巣発達のためには幼虫と同じ特定の餌の捕食を必要とすることが多い。例えばカタツムリ食のマイマイかぶりは傷つけたがの幼虫や刺身などでも飼育できるがカタツムリを餌として与えないと十分な産卵は 望めない。なお、カタツムリ食のおむ種類は、成虫の形態に食生に応じた適応が顕著に見られることが多い。この適応には、頭部と胸部が細長くなって、獲物の殻の入り口から深くまで首を突っ込み、奥に引っ込んだ肉や内臓を食べやすくした形質、背中おサむ種族や、マイマイかぶりなどと、大顎とこれを動かす筋肉を収めた頭部が、巨大化して、 獲物の殻を噛み砕きながら、肉や内臓を接触する、形、マイマイカブリのサドガシマサンアッシュである、サドマイマイカブリなど、に二極分化している傾向がある。なお、世界的に、金属光沢に富んだビレー種には、カタツムリ色の種が多い傾向があるが、その理由は定かではない。日本産のオサムシでも、北海道に生息するオシマルリオサムシやオールリオサムシが、 こうしたカタツムリ食の微霊種である。食性に応じた形態の適応は幼虫にも見られ、特にミミズ食の種の幼虫は、ミミズの胴体を抱え込むように食いつくことができる。円庫状に湾曲した、長大な大顎を持つことが、特徴的であり、これを大きく広げて太ミミズ化のミミズを待ち受け、しばしばおさむしの幼虫自身よりも長大ないものに、食いついて、毒で麻痺して動かなくなるまで跳ね飛ばされないように、 している、接触方法に応じている。このようにオサムシの植生の場合、大概は、ミミズ食、昆虫の幼虫食、カタツムリ食の三類型に対別されるが、ゴミムシ類と呼ばれるものの、多いオウヨサムシ化全体や、さらには陸生オサムシ類全体を見渡すと、さらに多様な植生の分類群や種が知られている。植生と摂取する必須栄養素が似通っているため、 彼らの排泄物はしばしば、鳥類、トカゲ、ヘビに見られるのと同じ、尿酸を高比率で含む白色の練り歯みがき状である。通常幼虫期は、多くのオサムシア木の昆虫と同様に1例から3、例までと少なく、比較的少数回の捕食で地中に潜って、サナギ質を作って、サナギとなり、成虫になる。カタツムリ色のオサムシ類の一部、 例えば、マイマイかぶりに至っては、幼虫期は2例までに減少し、しばしば1例期に小型のカタツムリを1個体、2例期に大型のカタツムリを1個体、合計大小2個体のカタツムリを捕食するだけで、サナギとなる。そのため、羽化して活動を開始したばかりのオサムシの成虫は、体は十分大きいものの体内は、スカスカな状態であり、卵巣なども未発達な状態にある。 そのため彼らは、外骨格の効果を待たずして、いわゆるテメラル個体のまま活動を開始するのが、通例であり、死ゆ問わず、繁殖には、成虫期の後食が大きな意味を持つ。これはオサムシカと同様に幼虫がカタツムリ食、ミミズ食、ヤスデ食といったように、地表性の強食性の捕食者として進化してきた、ホタルカや、これに、金縁のトガのカブトムシが、 しばしば一年以上、時には数年にわたる長い幼虫期と5例程度の多くの都市期を持ち、成虫はほとんど接触をせずに浮かした段階で十分、充実した体と発達した生殖層を持ち、幼虫期の接触による栄養蓄積のみで散乱することと交代症をなす。カタビロオサムシア族に属する種以外の大半のオサムシの講師は小さくなるか、 しばしば糸状になるまで退化して飛ぶことはできない。そのため、地理的な種文化が激しく起きており、種文化や種文化後の種の維持機構、分布境界における交雑による遺伝子浸透などの絶好の研究材料として、進化系統学や生態学の研究材料として盛ん研究が行われている。また、この退化は極めて歴史が浅いと考えられ、 マークオサムシなどは時折、退化していない立派な講師を備えた、先祖が襟個体が突然変異的に出現する、筋肉は伴いないので飛翔はできない。逆に、講師だけでなく上羽根までもが、丸ごと消失してしまっている、マイマイかぶりの異常個体も、稀に出現する。カタビルオサムシア族のオサムシは、多くのオサムシ類と異なり、地表のみでなく、木の絵をも、活動範囲として、 蝶や、ガの幼虫を専門に捕食するのみならず、飛翔によって広域移動をすることが知られる。日本では、ガルリの幼虫食で都市部でも見られる、エゾカタビルオサムシ、カタツムリ食で得意な形をしている、マイマイカブリ、太ミミズガ食で、関東地方に多いアオオサムシなどがよく知られている。オサムシ類は、腹部から噴射される。 分泌物にメタアクリル酸を含むため皮膚炎を引き起こすことがある。最近では外国産の種類がプレデータービートルと呼ばれ出回っている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。